こんにちは、今日は腰からお尻にかけて痛いっていう時に原因になる上電皮神経っていう神経の、腰痛についての話と、その治療についてお話をしていきます。上電皮神経っていうのは、どこにあるかっていうと、こう腰があってこうお尻があってこういうふうにあると、まあ、ここ仙骨あたりですね、骨盤があって、この腰の筋肉貫通してきてこういう感じで出てくる神経です。上電皮皮神経ですね。この皮ってついてるやつ、これは感覚神経で、皮膚のすぐ下ぐらいまで出てきてる神経ですね。この感覚神経ですね。でこの上電皮神経っていうのはこの腰の筋肉の中を通って貫通してこうお尻に出てくる神経です。でここの、痛みが起きてる場合っていうのは、まあ、前かがみになったりとか足上げたりとか座った状態で靴下履こうとした時とかに、まあ、痛いっていうことが多いです。でねじる時とか痛いこともありますけど、まあ、とにかくこの腰からお尻までこう触って痛いっていうことが多いし、どっちかっていうとどっちかっていうと痛い場所は左か右か大体はっきりしてて、まあ、片方側のこの筋肉とか皮膚も硬くなってます。なので、ここが痛い場合っていうのはこのラインで触ってこの辺が痛いっておっしゃいます。で、ここの治療っていうのは、まあ、病院とかだったらブロックとかしたりしますけど、まあ、何回もこれなりやすい人が多いので、まあ、結局はちゃんとここ、まあ、癒着というかね、この辺の動きを上電皮神経を取ってあげると、症状っていうのを緩和するので、ここをしっかり取る必要があります。これは今出た痛みっていうのはここがメインで起きている場合です。骨盤が硬くて、まあ、ここもここの、中電皮神経とかここにある腸骨下腹神経だったり、まあ、このお尻骨盤周りが硬くなってて一緒ここに圧痛が出ててっていうこともあるので、まあ、ここがメインだったらここからここまでですけど、いろんな症状が重なってて起きてる場合だったらここもあるしここもあるしここもあるしっていう感じでいろんなことをする必要があるんですけど、まあ、ここがメインだったらここだけこう痛いっていう感じになるので、この辺りを触って施術するんですけど、まあ、ここだけやってその瞬間取れるんですけど、やっぱり骨盤周りと腰周りが硬いことが多いので、一緒にまずここの圧を先取ってもいいですけど、ここの骨盤周り腰周りを動かしてあげてから、最後ここの圧かなり強い圧が出るの触ったらツーンってくるので、分かるので、分かるというかそのここっていうことが多いので、ここっていう場所を触ってそこを潰さないようにこう動かすような感じで動かしていくだけで結構取れます。まあ、これ痛み取るだけだとそれでいいですけど、まあ、再発とか しないようにとか、まあ、これから先のその時だけじゃない痛みを取ろうと思ったらやっぱこの辺も治療するっていう感じでやっていくと取れていきます。でここ取れた後に他が出るってこともあります。その場合はもう他もする必要があるんですけどね、中電皮神経だったりっていうことをする必要があるんですけど、まあ、ここの、症状この辺っておっしゃった場合はこの辺っておっしゃってこう曲がっしゃがんだりねじったり靴下履く動作したりってなったら、でここが痛いっていうんだったら、まあ、この辺を治療する方が治るので、運動とかストレッチとかじゃなくてここをしっかり狙って施術するっていうのが一番早く取れるので、そうやってアプローチしています。まあ、そうするとねこの上電皮神経の、ケアっていうのが簡単にできるので、まあ、こんな感じで、説明して、まあ、治療してます、まあ、治療してます。まあ、こんな感じで今日の動画終わります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。